バックのレシーブのドライブの仕方じゃないか。仕方いろいろあるよね。そうですね。特に今流行ってるのも完璧にこのチキだみんな行くじゃないですか。はい。ダイヤドライブ行くじゃないですか。まあレベル立ってるより高いと思います、ね。でまず普通のバックドライブレシーブね。打点を少し戻して。はい。少し打点少し戻してね。少し落と。少し落とすの。目的は、はい、ボールをよく見えるために、あ回転どんなに種類、うん、どこまで曲がってる、うん、横回転、はい、横回転やら横下横上、うん、ナックル、うん、はい、よく見えるために、だから打球点は少し落ち始めるところ、ここはポイント。落ち始めるところ。落ちすぎはダメです。ダメ。そう。落ち始めるところ。ここ、ああ。もし落ちすぎた場合は、はい、落ちすぎちゃうと、もう上がらない。確かに。落ち始めるところで、ここ、あ、そうそう。ちょうどかけやすいのは、ボールが横から見ると、ボールが決まって入って上がって落ちる。上から下に落ちる。でラケットは下から上にちょうど力合う、うん、これが中国語よく使うのは合う力、うん、力と力合わせる、うん、力を借りる、自分の力半分入れる、うん、半分借りて半分入れる、合う力、一番ベスト合う力合わせる、うん、もし全部自分の場合はこれは全部自分の力、うん、相手のボールのゼロ、うん、全部自分で行っちゃう、全部自分で行っちゃう、うん、そうすると借りること一切ないのが、うん、これがスーパープレイ、スーパードライブ、うん、けどもレシーブはスーパープレイは少ないんです。難しいです。難しすぎすぎてどんどんミスしちゃうから、うん、な試合にならない、うん、なので最初は押し始めるタイミングを取っていた方が、安全、無難、特にダブルスの方なおさら、ここ、はい、落ち始めると、で、これ一つ、落ち始めるだけですね、落ち始めるからね、ね、慣れてきたら、ね、慣れてきたら、ここだ。自分出せばいい。うんうん、慣れてきたら、はい。慣れてきたら、ここだ。これが早いタイミング。もしくは、相手のレベルは自分より少し少し下。うん、サービスの質、うん、高くないの場合は、早くやってみる。けども、同レベル、もしくは自分よりちょっとレベル高いの場合は、うん、絶対、打点少し落ち始めるところを取った方がいい。あー、なるほど。合わせてグッと、はい、うん、しっかりボール食い止めるんですね、ここ、うん、そういうのは安定すると、はい、安定すると自分の次のプレーも持ち込みやすい、うん、じゃないとレシーブからもうミスし、はい、ミスで終わったらもう次歯を運べない、うん、作戦とか、なるほど、ね、じゃ基本はこう山描くというか、そう個人重視、僕は中国卓球の場合は技術を教える時は個人重視は一番大事、うん、
で、次。はい。同じく落ち始めるタイミングで。お、ループドライブ。ループだ。はい。ループドライブ。うん。本当だ。たぶん、回転をかける。そうすると相手も嫌なんですよね。うん、あ、わかるな。確かに。あ、すいません。相手嫌なんだ。あ、確かに。カウンターしづらいところある。そこで使い分けが出始めるのは、で相手の方がループ来るんだと、うん、ハイドで当てしようとするね。あ、そうですね。そうするとこう見たら、あ、はい、ちょっとスピードに行くと相手がハイドだろ、あれ、はい、準備ができなくなっちゃう、はい、それが使い分けになっちゃう。このちょっと速さのあるのとループを使い分けていくね。なるほど、自分がやってる。でもやらしいな、はい、今準備したからね。あ、そうです。速いのあるなっていうことは、今度は速いのもいい、速いのもあると思いながら、そう、はい、すいません、うん、始めるのタイミングでバックドライブ取った方が無難です。なるほど、なるほど。慣れてきたらスピードを加える。スピードを加え出すときは前に持っていくんですか？前に持っていく、絶対前です。脱臼点は頂点で、もう落ち始めるのもいけないので、ちょっと頂点のところで前に、前にフッて、はい、ちょっと一回このラケットヘッド、最後は、はい、相手の方向に、あー、本当だ、前に、本当だ、本当だ、なるほどね。なんで全然伸びてこないわけだ、ボールから。はい、そうです、伸びてこなかったので、あ、前に持って。じゃあ王さん、こんな優しいボールだから誰もできるじゃん、厳しく長いボールもお前出すんですか、長いのでね。おお、はい、はい、長くて入るボールが今は右前、右前、はい、要するに単なる前ではなく、単なる前ではなく右伸びてくるから、ああ、早くてもう伸びてきてるので、そうです、出す距離がない、あ、出す時間がないの場合は、その速さ借りで、さっきの言ってること、合う力、あ、努力、借りて右にスピードを借りて回転、そうするとスピード回転同時に回転、あ、で右かけてからちょっと前行くと、すごい、おお、怖っ。これで速いボールでも早く返すの方法になる。で、この長いの速いボールと右の方に。借りれるから、スピードを借りてっていうことだ、はい、で、自分前に出せないときにはこれ、右に落ち始めるだけですね。落ち始めるからね、このスピードでいくと、うん、
いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。